白川口駅は、岐阜県加茂郡白川町坂の東にある、東海旅客鉄道高山本線の駅である。特急、ひだの一部が停車する。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。1.2 番線をそれぞれ上下の本線としている。互いのホームは、跨線橋で連絡している。簡易委託化に伴い、駅舎内は、リニューアル工事を行い、2009年頃の、キオスク閉店以来となる売店が事実上復活した。また、駅前には新たに、公衆トイレが設置された。白川町が業務を受託する簡易委託駅で、美濃太田駅が当駅を管理している。2012年3月31日までは、東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で緑の窓口が設置されていた。簡易委託化後もマルス端末は引き続き設置されているが、クレジットカードの利用やエクスプレス予約の受け取りができないなど取り扱いに制限が加えられたため、緑の窓口としての扱いから外れている。岐阜県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。白川町の中心部とは、飛騨川を挟んだ対岸にあたる坂の東地区に所在する。当駅の名称となっている白川口は、岐阜県でも白川町の意味である。飛騨地方を通る高山本線の駅であることから、稀に勘違いされる場合もあるが、同じ県でも白川村とは離れており、そちらの意味ではない。なお、こちらの白川町でも、美濃白川ブランドの浸透化を図ろうとしている動きがある。列車が当駅に到着した際には乗客に白川茶が配られる場合がある。当駅に一部が停車する特急、ひだの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。